いやー、ウォリアーズの王朝が終わる瞬間を俺らは見てるかもしれん。そう考えると、いろいろ、ああ、ここでタイムアウト。このタイムアウトは白旗タイムアウトの可能性ありますね。はい、そしてレイカーズ、レブロンがここでもう勝利を確信。多分このタイムアウトは白旗タイムアウトですね。で、レブロンもそれ分かって、よし、ようやく相手が諦めてくれたぞということで、ガッツポーズが出ました。14、15あたりのウォリアーズと今のウォリアーズの違い。いやでも当時はまだウォリアーズのバスケットにこうアジャストできてるチームがほんと少なかったよね。3止めないと、カッティング止めないとっていうのはあったけど、当然。ただそれこそブレイザーズが2018年ぐらいにやってたディフェンスは、カッティングだけを止めましょうっつって、カリーの3ポイントを止めるようなディフェンスにしなかったよね。で、その結果、まあ、カリーに打たれまくってみたいな感じになったりとか。当時は、まだ、これって決まった、ウォリアーズ対策のディフェンスがあんまりなかったっていうのも多分大きいと思いますね。ただもう、どのチームもウォリアーズを止めないと優勝できないっていう流れになって、もう、プレイオフ出るチームは、一家に一台、リムプロテクターがほとんどのチームがいるよね。だそれが AD だし、JJJ だし、ブルック・ロペスだし、ルディ・ゴベアだし。まあだからウルブズもリムプロテクター大事だよねっていうので、ゴベア獲得したんだろうし。だリムプロがいると、やっぱりこのレイカーズみたいなディフェンスシステムで、まあ、ウォリアーズと対等に戦うことができるから。わあ、天使さん、スパチャありがとうございます。ウォリアーズファンでウォリアーズ負けたのに、1万5800円スパチャありがとうございます。ウォリアーズお疲れ様。アレさんも長いシリーズお疲れ様です。天使は天界へ帰りますが いなくなってしまうのか。消化試合観戦頑張ってください。おお、もう消化試合扱いされてるぞ、他のチームが。ありがとう。天界に帰ってしまうんです。また来年、下界に降りてきてください。下界に降りて、ちょっと、また、ウォリアーズのプレイオフ。まあ、来年プレイオフ行けるのかどうかわからんけど、まあ、とりあえずオフシーズンやね。ウォリアーズの戦いは、プレイオフの戦いっていうよりも、ドレイモンド・グリーンがプレイオプションを行使するのか、ジョーダン・プールトレード出されるのか、ディビチェンゾ、プレイオプション行使する。そうだ、ディビチェンゾもプレイオプションあるやん。これ、ディビチェンゾが、ディビチェンゾどうすんだろう。はい、また下界に見に来てください。ありがとうございます。ディビチェンゾもプレイヤーオプションじゃん、そういえば。で、チェンゾは、まあ、怪我で自分の評価めっちゃ落としたから、自分の評価を上げるために、ちょっと安値でもウォリアーズと契約して、その代わり、今年自分の評価が上がったら、もう一回市場に自分の価値を確かめれるように、2年目はプレイヤーオプションにしてるんよね。で、ディビチェンゾは多分だけど、評価ちょっと上がったと思うのよ。あ、やっぱ3、キャッチ&シュートだったら結構入るし、まあ一応ボールも運べるし、まあ、ディフェンスもね、チェイスディフェンスできるし、だ怪我した時のシーズンよりも、多分今シーズンの方が市場価値上がったと思うから、これプレイオプション覇気あるね。で、まあ10ミリオンぐらい、今5ミリオンぐらいだから、5は安いやん。10ぐらいもらっても、ああ、まあまあまあ、おめでとうみたいな言えると思うよ。これ10要求するよな。で、多分ウォリアーズは、まあ、ドレイモンド・グリーンとかジョーダン・プールのトレード、まあ、次第ではあるけど、まあ、今のところ、まあ、ルールがね、セカンドエプロンができたのもあって、ルールが変わったのもあるから。てか、プレイオプション破棄されたら、あれ、もうミニマムでしか引き止められなくね、ウォリアーズって。あれ、ノンバード、あ、終わった。新しいルールによって、ディビチェンゾを10ミリオン要求したら、ウォリアーズは残せないですね。ノンバードで契約だと5.67ミリオンだということです。ゲリー・ペイトン方式で帰ってきてもらう？確かに で、例外条項で残せないんだったら、トレードでもう一回引き戻そうっていうな。いや、確かにそれはね、ゲリー・ペイトン式ならワンチャンあるかもね。こっちは高いお金出せないから、高いお金を他のチームに出してもらって、で、そっちで契約した後に、じゃあトレードで引き取りますわ、言うね。ゲリー・ペイトン方式。ラグジュアリータックスとかのルール厳しくなったんだっけ？そうなんですよね。タックスから17.5ミリオン超えてるチームは、まあ、いろいろと制限が、つくようになって、まあ、ミニミドルとかも使えなくなりますよっていう、まあ、ミニマムで契約するか、みたいなね、感じのルールになってしまったので、だからクリッパーズもそうだし、ウォリアーズもそうだし、まあ、今のこのサラリー状況のままオフシーズンを迎えるんであれば、あんまり
いい補強はできないですね。だもうチェンゾはいない状態で多分考えないといけなくて、そうするとどうなるんだろうな。まあゲイリー・ペイトはまだいる、クレイもいる、カリーもいる、まあ、ドレイモンドもプレイオプションを破棄しようが島かろうが、まあ、ウォリアーズにはいると思うんだけど、いやもうムーディーか。そうなるとムーディーなんか、チェンズやムーディー見てもブロッカーの連動低かったよね。今後ウォリアーズはどうするんだろうね。なんだろう、そのブロッカーのサイズがちょっとちっちゃかったよな今シーズンは。去年ブロッカーがさ、ビエリツァとかオットポータージュニアでサイズが割と大きかったのもでかいよね。でスリーポイント普通にうまくて、まあドライブとかはできないけど、ブロッカーしながらスポットシュートの併用ができてたけど、今シーズンのブロッカーがまあクミンが使えないっていうので、まあ、頑張ってムーディーでめちゃめちゃスリーガードの時間帯増やしてディビチェンゾとかやってたけど、だからそれが去年との違いなんじゃない。去年のウォリアーズと今年のウォリアーズ何が違ったんだっていう、その一番大きなところはブロッカーのサイズ問題だったかもしれないですね。うん、でも今シーズンまあそういうのは分かりつつも、まあなかなかねサラリーの問題もあって、まあ、ビエリツァも諦めるしかなくて、オットポーターも諦めるしかなくてみたいな感じだったけど、来年はまたもっと諦めなきゃいけないことあるからね。ディビチェンゾの契約も諦めなきゃいけなくなって、まあディビチェンゾ次第だけど、プールと契約延長早まったのが崩壊の始まりで全てじゃない。あーまあ確かにね、今思うとジョーダンプールをトレードに出して 3&D をでおけばまた違った、結果論だけどまた違った展開にはなってたかもしれないですね。ナビとバンダビだったらどっちがいい？ワタナビとバンダビルド、まあ、総合的なディフェンス力だったらバンダビルドの方が上なんじゃない？ポイントでワタナビの方が上手いところもあると思うけど、あそうね、ボルドウィンは、いや確かにボルドウィンはマジで来年ウォリアーズを救うかどうかすげえかかってる気がする。そうやね、まあせめてオットポーターぐらいの立ち位置になってくれれば、その枠が一つボルドウィンで埋めれるから、でムーディーが、まあ、ちょっとサイズちっちゃいけど、まあ、ムーディーが頑張ってハリソン・バーンズみたいな、昔のハリソン・バーンズみたいな立ち位置になって、とルーキーの人でボルドウィンっていう選手がいるんですよね。で身長も高くてシュートタッチも良くて、ただまあもうウォリアーズはずっとウィンナウのチームだから、やっぱなかなかねこう若手にチャンスを与えることもできず。シューマさんスパチャありがとうございます。ナビ来年ウォリアーズ来ねえか、あありだね。でもいいんじゃない、ワタナビーだったらシステム頑張って理解しようとしてくれるだろうし、ネッツですらめっちゃスクリーナーやってたからね。自分でも打てるのにジョー・ハリス生かすためのスクリーンとか率先してやってるぐらいだから、いやワタナビーありだね。だしミニマムでね連れてこれそうな気もするし、そう今年ねオフシーズンの時にウォリアーズから声かかってたらしいしね。サンズ、ウォリアーズ、あとどっかでネッツで、まあネッツを選んだみたいなこと言ってたけど、確かにね。そうジャパンゲームがあってウォリアーズ選ばなかったらしいよね。自分がこれでウォリアーズ選んじゃうと、なんかねジャパンゲームの時の客寄せパンダとして思われるのも嫌だからって本人は言ってましたね。シューマさんスパチャありがとうございます。気質ならすいません、プール放出もありだと思ってしまうんですけど、ハリさんはどう思いますか？そうね、マイクラしながら、まあ、プールトレードの話はしたんだけど、まあ、ポイズンピルっていうルールがあるから、まあ、ジョーダンプールをオフシーズンでトレード出すのは非常に難しいです。ただあえてこの非常に難しいポイズンピルっていう状態を利用してウォリアーズのサラリー問題を解消するっていうやり方もあるんだよね。キャップスペース空いてるチームにジョーダンプール売りつけて、でその代わり、サラリーが安い選手を引き取る。例えばスパーズだったらソーハンとか、ああい うウイング系の若い選手で、かつサラリーも安い選手を引き取ることができれば、ウォリアーズからするとサラリーも20何ミリオンが5ミリオンぐらいの選手に変わるから、サラリーも軽減されるし、まあ、プールもトレード出せるし、まあ、ポイズンピルっていうその状態を、まあ、うまく利用することができるっていう。ただそんなにねスパーズがじゃあ相反出すのかって言われると、まあ、それはまあ現実問題また難しい話でもあるから、いやそうだからそうスパーズからすると、いやいや相反でええやろっていう話にはなるけど、だこれが仮にじゃあスパーズがウェンバンヤマ獲得できましたってなったら、ちょっと再建のスピード早めると思うんだよね。ソーハンがいる、ケルドン・ジョンソンがいる、で今年の1巡目がまあまあまあ
中堅な、まあ、18位とか7位ぐらいの選手だったとしたら、なんだろう、うん、まあ、ちょっと再建のスピード遅いから、まあ、走班でゆっくりじっくり再建しようってなるかもしれないけど、これがウェンバンヤマ来ましたってなったら、若くて即戦力になれる再建なんだけど、だから OKC みたいな感じだよね。再建してるんだけどチームの勢いはこううなぎ登りみたいな。だ案外そう、ジョーダンプラまだ若いし、で即戦力にもなるから、オフシーズンでも7月1日になれば新シーズンで新契約で契約するんで計算するので、ポイズンピルは関係なくなります。6月30日までのトレードの場合。なるほど、補足ありがとうございます。ということは、7月1日以降にプールのトレードがあれば、まあ、サラリー合わせも楽になるということですかね。吉木さん、スパチャありがとうございます。クレイとグリーンをトレードしてシモンズと渡辺獲得の世界線ありますか。おお、面白いね。クレイとドレイモンドグリーントレードしてシモンズと渡辺か。個人的にはやめた方がいいと思うけど、ベンシモンズがウォリアーズに行ってブロッカームーバーとして、しかもハンドルもできるじゃん、でパスもさばけるじゃん。だベンシモンズは割と本当にウォリアーズにはありだと思う。てかもうベンシモンズっていう特殊な選手を生かすんだったら、もうチーム全体が特殊なスタイルでバスケやってるチームじゃないと多分フィットしないよね。もう一般バスケットにシモンズが混ざっても、もうまああのヘルニアの状態だと多分もう良くてあれが限界だから、でもそれ確かにウォリアーズにベンシモンズっていうのはありだと思うけど、じゃあグレイとグリーンをトレードでシモンズと渡辺っていうのは、まあ、やりすぎなんじゃない。あくまで一応渡辺ミニマムの選手だからね。クレイトンプさん40何本もらってて渡辺ミニマムの選手だから、まあね、それは厳しいかなっていう気がしますね。あとそうカリーが多分絶対許さん、それは。だったらもう俺も出るってなるんじゃない、わからんけど。